ボケって怖い、かなり危ないです。だボケじゃなかった、えぐい。部屋別で、この辺で一番綺麗ですけど、おいくつですか？だから今回もなんかその切り抜きと言いますか、お切り抜き、なんかプレゼント企画がございましてですね、詳しくは概要欄に載ってますので、そちらチェックしてください。おはようございます。なんか元気ないですね、これ今まだ朝なんですけど、元気がない。ありがとうございます。ほらこっちに関してはもう出ないでしょ。出てないかも。大丈夫ですか？何時起きっていうか、だから夢、僕夢ね、見た夢コントロールできるみたいなとこあるんですよ。なんか見た夢をコントロールできるみたいなとこあって、だからもう寝てる間に次の日の朝のタスク整理をしたりとか。ホナさんに関してはなんかもう12時、1時ぐらい寝て、俺もちょくちょく起きてたんやけど、横で見たら6時ぐらいからもう携帯にも目がん開けて、こうやってなんかいろんなの見てんねん、ファー触って。警察っすね。警察してんの。ケースです。おう、じゃあ今日は今から何作るんですか？うわ、朝飯ですね。じゃあマキから作っていこう。その全員おのおのその料理、おのおのって、おのしんじ、おのしんじですか？おのしんじ、二人おらんねんけど、こうやってこうグランピングやから、こうある程度自分たちで最後はゴールしてアシストまでしてくれるんですよね、この店。うん、めっちゃいいじゃないですか。じゃあマキから作っていこう。俺ら見るわ。火つけたいんですか？で成長の先に成功があるから、うん、勝負にこだわるんじゃなくて、まあこだわるんでいいやけど、まあ、自分の成長を求めるっていうところも大事かな。なんかあんま響かないから火つかないですね。いやいや、手でするだけ。語りで使う。熱いこと言ったら火つくんちゃう？つかない、つかない。語り、じゃあ付け方教わってたよ。うん、教えてよ。教えたって。あれ普通に危ないことやん。今そのここでここ万が一付け方違うのを教わっ違うのをやったらガス充満してガスバスバスバスやん。バスばっかり。おう、俺正直言うとほんまの話していいですか？僕普通に家で料理結構してた。昔子供生まれてからあんませんくなってるんですけど、嫁が仕事行ってる間に僕が晩ご飯作るとか結構してたんで。お嫁にも振る舞うという自信満々のケイスケ、料理の腕前はいかほどか。火ついてない方にやってもうた。もうめんどくさい。作られたい。うお、めっちゃうまそう。いい感じ。これもうちょいいけるわ。もうちょい耐えれる。いい感じが。もうだから自分のやっぱ、好み。いや、うまっ。いや、普通にうまそうや。それ、シロップ。フレンチトーストにかける。メープルシロップ？うん。うん、かけるやろ、って。全員かける。みたいな、思わん。だから、小でかいのか。あるでって言っただけ。ヨーグルトにかける。何でこいつ。ヨーグルトの入れ物にメープルシロップ入ってんか、ヨーグルトにかけるやろ。なんでお前ヨーグルトに用意されたメープルシロップをフレンチトーストにまでかけよう思てんの。一晩中砂糖と卵と牛乳につけていただいたフレンチトーストさん、ここが用意したやつにお前上からメープルシロップみちゃ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 ってすんのか。お前ごっついな。お前お母さん落ちてください。まだ起きられないか。お前そのうちベッドとかにもメープルシロップかけんじゃん。かけるか。作りますね。あ、お願いします。すいません。おい、やってるね。久保選手は結構料理か。これ、まあそうっすね。お母さんがいないときは自分でもやったりすると。卵なんかも両手じゃないです。片手です。ああ。はい。おお、綺麗。ちょっと早すぎたかな卵。ジュワーって言うんですよ普通は。あれ？これ。これ。これどうやって、もう回ってんじゃん、それマックス回ってんじゃん。こっちにもいけない、どっちもいけない。これこっちもいけない、いけない。え、行く。いけますね。アップレプは2でした。完璧です。塩コショウ、この味、あ、確かに塩コショウ、ちょっと待ってくださいね。見ろフライパン。いや、そうだ、梅沢の料理うまそうやな。誰崩したい。
ちょうど刈られてる。うん。オロチマルぐらい崩し。こんな崩し。うん。何がしたいねお前。ここか。知らんわ。こだわり。怖いって。何やねんこいつ。感想は。言えや。感想。怖いって。あっちこい。はい、無事宿泊完了しましたけども、無事ってなんですか。無事って、いやいや、そう、この3人だと危ないから。なんかちょっとその前回に比べて今回ちょっと僕ら久保本田ちょっと忘れてましたね、結構。それぐらいこう、入り込んじゃうような。なっちゃったっす。エランドさん、危ないよな、ほんと。危ない、これ多分違法っすよ、ここ。いい意味で危ない。良すぎる、はい、本当に。なんか一個ありますか、思い出というか、このエランドでは。まあ、全部良かったよ、もちろん。もちろん、うん。で、伝えたいのがある。何？これ、何のサイズやと思う？あ、フレンチトースト。違う。え？この店の、マシュマロ。いや、でかかったけど。いや、マシュマロでかいねん、ボケー。ボケーのケー。ボケーです。怖い。カメラにやってくれ。おう！はい、ということで、エランドさんでした。ありがとうございました。最後、ちょっとオーナーさんに僕、プレゼントがある。あ、ある。大江さん、いいっすか？オーナーさん。ここのね、オーナーさん、ここのもう支配に。いや、まあまあ。なんか、森保さんと同じっすよ。もう。ほぼ森保さん。大視聴者さんなんす。マギガチャンネル、ウンパチャンネルね。で、まあ、服を。梅谷さんがプレゼントして、ここまだちょっとお渡しできなかったんで、最後実はあります。ルームキーです。あれだよ、普通やで。普通返すね。返しておきます。一番待ってましたね。一番待ってましたね。中田大変ですからね。一番待って、どこ行ったかなと思って探してた。何よりも待ってた。もう安心してる。よかったよかった。2人でいっぱい行ってました。どこ行ったかなって思いました。ちょっと返せた。いや、安心ですわ。はい、そんな素敵な支配人もいるエランドですので、皆さん本当にぜひ来てください。マジしてください。松下チューブ、キヨキヨハロー YouTube、 よろしくお願いします。今日ですね、ユニバに来てるんですけども、スペシャルゲストを呼んでおります。本田選手と久保選手です。いや、お前しつこいて。はい、呼ぶな。呼ぶな。いやいや、ありがとうございます。今日2人また戻ってきましたね。そうですね、懐かしいですね。はい、懐かしいです。前回だからユニバっていうんですか、バーサルユニバっていうんですか、ユニバーサルスタジオジャパン、テンステ本田みたいに言うの。言ってない言ってない言ってない。で、今回今日こそはちょっと中で入ってみんなで遊んだらな。いえいえ、遊んだ動画を差し。いえいえ、はい、ここは入場ゲートが一番の醍醐味です。そんなことないよ。おう、あとは言いつつ7もね、探しつつ。いい、7探さんでいいかな。エクスプレスの7っすね。やれや。で、ヨッシー。ヨッシー。はいはい。これ7や。7っすか。言えよ。7分。エクスプレスの4っすね。うん。サダコン。はい。サダコン。ノー言ってるお前だって今。サダコン。サダコンって誰やねん。ご来場の皆様にお知らせします。その YouTube の AV。皆様が、はい、入ろうとしたんですね。はいはい。で、だから僕らがやっぱ世界のトップレベルのプレイヤーすぎて、はい、ね、ちょっともう勢いが人だかりというか、入ってあかんって言われたんですよ。入ったか、か出てないかもって感じなんですよ。じゃあ申請するか、まあ列になれへんように。列っすか、裏は列っすか、列列五列かっすか。五列かじゃない。はい、到着しました。ユニバじゃないとこです。ユニバーをね、
側出たんですよ。入園せずに側にいてね、で側で僕怒られて、で側からまだ外出ろって言うんですよね。いやいや、まあなんで、いやいや、そこはもうユニバじゃないよ。だからここは多分もっと別のことまた来たかもしれない。俺はもうどこ向いてももうダメ。またここ集まってきそうです。怒られるでしょ。でここがまたユニバっていうでしょ。じゃあ俺んちもユニバなんかって言いたいな。お前んち、お前んちユニバの店員に俺はもう言った大丈夫か。俺はもうユニバの店員に言いたいのは、そこもユニバ、ここもユニバです。どんどん追いかけてきて、じゃあもう俺んちのとこまで来てユニバって言ってくるか。、うん、お前んちだそれは。だからちょっとまた遊びに行きましょう。行きますか。行きますか。ちょっとじゃあ逃げましょうか、うん、はい、行きましょう。まあ、でもいい意味で僕たちがこう頑張ってるっていう証だと、まあ、ポジティブに考えてください。そんな怒らず。あなた、あなた、ついてからずっと、ついてからずっと、マキシカチューブ。はい、ということで、無事終了でございます。第2回でしたけども、また第3回、4回もやっていきたいなと思いますんで、なんかなんか次、あれば、ね、なんかホテル、どっかのホテルさんねとか、なんか、ユニバーとユニバーみたいななんかね、楽しいとこあれば、行かさせてもらいたいなと思います。では、皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。グラッチェ。負けるんじゃねえぞ、お前の夢は。かつて共に涙を流した仲間たちの夢だってことを忘れんじゃねえぞ。どんな偉くなっても幕引からしくあれよ。